アウトバーン14はドイツの高速道路アウトバーンの一路線である。北のメクレンブルクイコールフォアポンメルン州ビズマール付近から南のザクセン州の支ン付近まで 422km の路線を持つ主要道路である。2018年現在 310km が開通済みであり、2つの区間に分断されている。それらは以下の通りである。 なお、両区間の間に位置するシュテンダールとマクデブルクの間に短い区間がすでに開通している。また、北部区間に ICE 番号は未定であり、数えは2018年現在暫定的に南部区間の起点で始まる。起点付近で A20 と交差してからメクレンブルクイコールフォアポンメルン州西部を縦断する。同州の州都シュベリーンを経由し、その付近で A24 と交差する。ブランデンブルク州最北西の地のカールシュテット付近に北部区間が終わる。南部区間はザクセンアンハルト州の州都マクデブルク付近で始まる。マクデブルク JCT で A2 と交差した後、同州の南部を縦断する。ハレとザクセン州ライプツヒを経由し、同州の中心部のノスセン JCT で A4 と合流する。本線全開通後。 ドレスデン・ライプツヒハレー・マクデブルク・シュベリーン、ビスマールという東部ドイツの主要都市を接続し、ドレスデンをバルト海と直接に接続する、幹線道路になる。ありがとうございます。